海で目覚めた漁師たちの魂が今も昔も変わらない大切な人への思いを伝えるため玉浦となり千鳥の翼に宿り故郷を目指す、そんな地元に伝わる昔話をもとにした物語の演舞です。勇ましさ、楽しさ、そして幸せが会場の皆さんの心に届くよう全力で演舞いたします。ご声援よろしくお願いいたします。九十九山鬼組伊吹玉浦目覚めよ、そして千鳥の翼に宿り、愛する
ありがとうございました。九十九里浜